梅ヶ谷駅は、三重県渡来郡大気町大内山にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。1965年3月1日より、天王寺のあご間を、国鉄半和線、規制本線、関西本線経由で特急、黒潮の運行が開始されたが、これに先立ち、天王寺鉄道管理局は、規制本線のほぼ中間で駅から駅までの距離の長い、ところへ、 伏線の列車待避所を作ることとなった。そこで、当時紀勢本線で、最も駅と駅の間が長かった大内山駅と、木永長島駅の間に待避所を設置することとなり、現在の梅ヶ谷駅の位置に、列車待避所が設置された。また、以前から、大内山村より、大内山駅以外にもう一つ、駅を設置してほしいとの陳情があったため、新たにホームを設置し、 旅客駅に昇格させることになった。駅西側の公園には、駅の開設を記念する石碑が混流されており、その文字を、斎藤昇が記号している。島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な地上駅。ホームは、高い位置にある。乗り場は、西側が一番線、東側が二番線で、それぞれ亀山方面、新宮方面の列車が発着する。 駅舎はなく、ホーム中央の階段を降りると、規制本線の下側を東西に走る道路に至るので、ここから外に出る。紀ー長島駅管理の無人駅となっている。駅の紀ー長島方には、二坂トンネルが見える。近くに、トイレがある。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。南側に二坂峠を控えた、山間部である。 紀勢本線は東駅と木長島駅の間で、二坂峠を越えるがこれが、伊勢国と木の国の境となっていた。駅の東側は、国道42号に面し、国道沿いに集落が散在する。また、駅の西側は、矢柱神社があるた公園として整備がされており、公園には、公衆トイレなども置かれている。大内山側は当駅の北約五百メートルのところで、新道を、 東から北に変え、この地点で南から北に流れる梅ヶ谷川を合わせている。国道42号はこの地点より南側では梅ヶ谷川に、北側では大内山川に沿って走る。合流点より西側の大内山川には、駅北側の梅ヶ谷交差点で国道から分岐する、県道758号が沿っている。直東駅は、 熊野古道伊勢路の2坂峠及び津らと峠ルートの登山口となっており、臨時停車駅として下りの特急、南紀が一部停車する。同ルートを行くには、東駅から紀伊長島駅に至るのが便利である。ありがとうございます。